ひなとのくにくらです。わからんやろ絶対。挟んでるんです。じゃあ自分のツイッターに次回メンバーはやるな。ナイス。シャーのシェアで。やったー。どうやんねやろ。どうやるん。配信見て見たらシェアってところが出た。配信見たらシェアっての出る。え、どうやるんですか皆さん。配信見てシェアってところをツイッター4位まであと何ポイントか出たから、みんな皆さん4位目指します。やっほー。海海日ナッパナットラブラブ見せつけるのやめてくださいって言われてる。今年は横に来てくれるかな。ありがとう。いいよ。え、あと何分ぐらい、何分ぐらいある。どういうこと。次まで40分ぐらい空いてる時間は、うん、あ、そうなんや。これはスタンバイとかしないと。15分やります。え、今さ合計時間 何時間か全然数えてなかった。ともひこさんバラじゃない、ないときこれ花びらありがとうございます。まず朝20分、うん、色やりました。8時から。え、7時半に起きた。色朝6時45分からやね。いや、でもオールナイトニッポンもそんなんやったな。朝しんどいよな、マジで。けど、ファンの人はもっとしんどいよな。うん、捨てぼしっととしてるから。ありがとうございます。いただきます。赤ボンさん、パンじゃない。タコありがとうございます。かわいいか。そうだから、この前その後のコメントの今日は食パン専門店で桜餅食パン買ってきましたっていうのにちょっと釣られた。めっちゃ美味しいわ。何味、プリンみたいなやつ。みんなチョコのやつ食べた。いずみちゃんハートありがとうございます。ありがとうございます。柳さんハートありがとうございます。ありがとうございます。漢字間違えた。なんか、うん、なんもない。ちょっと今計算してね。朝20分やって、うん、で昼も30分ぐらいやって、うん、で50分やろ。でこれ15分全然3時間いかんが、3時間ちょうどぐらいよな。この後も30分ぐらいやるから、グッと。電子レンジで温めるやん。そう、温めちゃうんですよ。コメントの方にしたの。何事にしてるの。え、ギフト。いや、ギフトは読まれへんの、コメントの方では。うん、こっちでやったらコメントがしかこう。なるほどな。すいません、翔さんの感想文。昨日の MC で話題に上がって人狼の話聞かせてって。え、誰やったっけ。さくちゃんやってな。え、そうやったっけ。アミが被害者やって。なんか、え、あの YNN の人狼。ちゃうリサちゃんの誕生日会。自分おらんわ絶対。おるよ。あ、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。それはおったけど、人狼たちを楽しみ。え、おったおったよ。全員おったよ。うん、キンキンさん、ペンライトありがとうございます。いっぱい、すごい。わー、おったで。うそ。で、最後の最後に人狼やるってなって、うん、で、なんか霊媒師が2人出てきて、うん、で、アミマジ必死やね。違う、じゃあ殺してみーみたいな。ずっといずみちゃんハートありがとうございます。で、さくちゃんやった、人狼。なんか、え、全員を騙してたん。そう、さくちゃん嘘つかへんってみんな言ってて。あ、待って、おった気する、その時。アミがなんか自分絶対霊媒師って見たけど、さくちゃんが嘘つくとは思えへんから、自分もしかしたら人狼なんかもしれないとか言ってて。もうアホやん、それ。間違えたんかな。カモさんハートありがとうございます。いっぱいは松坂ショート似合いそうってきてる。ほんまに。でも森多いからな、絶対似合わんで。
ねひなボブにしたい。いっぱいハートありがとうございます。サクパン、サクパンは興味がないないことは記憶から消しますって。うん。マジであれおもろかったな。でも気まずかったよな。うん。いや。え、最初誰と仲良かった？ヒカル。うん。アトリサ。ミンジャル。でもほんまに友達おらんくてマジでやばかった。ヒカルとセレクションからずっと仲良くてさ。うんうんうん、でさ、二人でよかったら桜に二人で合格できてお二人で合格できてよかったですねって、うん、言ったわそれ。ほんまに嬉しかったもん、自分のことなのに。なんでなんかいつも最善でね、頑張ってて報われてほしいなって思ってたんですよ。よしました。やべ、隠しゃべしたから。ともひこさん、花びらありがとうございます。あ、てかさ、噂で聞いてんけどさ、キュンキュン密着のさ、アミアヤのターンの時さ、配信インテだったのか。うん、やだる。やばーこの人。ごめんね、反省してないやろ。NMB48 ルームスの公式のところに全然名前見てなかった。日高浩二さん、お餅ありがとうございます。エクテル先生さん、かわいいネタありがとうございます。サクパンは何を食べてますか。ハーゲンダッツです。らしいです。アミタメンバー人気すごい、うん、やばいよな、めっちゃ可愛い。みひなでもバブいと思う。うん、相当やな、それめちゃめちゃ可愛い。相当やなってどういうこと。しかもあっ、マジでお腹すいた。なんかキュウリ食べたいな。これは昨日あやぴょんが差し入れてくれたやつです。そう、昨日差し入れめっちゃあったよな。うん、嬉しかった。あ、読めるこれ。心臓はノーって言ってんの。あ、そうそう、今度のカッパとか言われてんねんけど。みんな常にキュウリむさぼってるよな。やばい、ほんまに食べてるって言い方にしてくれん。ポリ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 して。今日ミニってあるかどうかなかった。え、なんか2日連続なかったんけど。振り付けの話してくれてありがとう。あ、写真？うん、映像も。なんてさ、うん、むずそうに見えてそんな難しくないよな。うん、なんかキモくはなるけど、うんうん、振りはそんなむずないよな。ダンダンの濃いわ。泉ちゃんタコありがとうございます。逆にこの赤いノーマルタコを久々に見たかもしれない。ヒョウ柄のやつをよく見ますね。あ、ちっちゃすごい配信が渋滞してる。可愛いって言ってくれました可愛い可愛いって言ってくれました。美味しいわ。だる。キャラメルも入ってて美味しい。
でもなんか2種類のチョコみたいなやつ食べて美味しかった。うん、NMB で一番ダンスが難しい曲は、やったことあるやつで難かったのは、うん、カタルシスと、いやほんまな、あれ何やったっけ、タパメマリンゴ、いやあれそんなやって、むずいってやばい、覚えたら全然、え、何やったっけな、めっちゃ苦手なやつやってんな、とこの間苦手、 A メロ、いやそう A メロ、何やってもなんか合わへんやつが、クニタンさん、タコありがとうございます。なんかさ、あのカタルシスさ、感想さ、うん、簡単な方でいいのにさ、うちらさ難しい2回転する方覚えてきてさ、できへんやんな、できへんくせにな、覚えてきたな、そう、勉強してあげる、あと何やろうな、もう全部難しく感じるわ、周年な、むずいな、うん、あ、僕泣き、え、僕泣き、あの時頭されてたからさ、そう、やば、30分ぐらいで覚えられたね、サビ、カッキーさん、バラありがとうございます、え、うん、二回転できひん、いやでもリセットでやるから練習してる、うんうん、え、白組やばかったよな、うん、間に合わった、もう半泣き、もうやばい、なんか間に合わったよ、どしゃぶりとかもまあまあやばいし、え、どしゃぶり好きやわ、え、めっちゃ好きやけど、一番簡単な曲、ひよこさん、誰もありがとうございます、あれじゃない、プロムとかじゃない、プロムやばかった、うん、絶望したよな、しかも最後の方やんな、え、最後の1曲とかやって、え、さあ、あの感想一人でできひんくらい、フヤブリみたいな、うんうん、チャラ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 、フヤブリめっちゃ苦戦した、なあれ一人でできなかった、一番簡単な曲は奥歯、絶対ドリアンやろ、ドリアン、ドリアンか、あれナギンチャー地味にむずいから、イビサ、うち変えちゃった、イビサめっちゃ簡単じゃない、簡単、何やろ、簡単なやつ、なるほど、決勝難かったよな、うん、あれさ、頭が回ってなくて、あの時周年やってないねんけどさ、決勝、あの白組の時にあったやんか、ペンライトで、うんうん、あれペンライトって知らなくてさ、うんうん、でカタルシスと我が友と決勝やってさ、その日のリハが、そう、で覚えていかたがくて、リハって1日3曲ぐらいやんのがやばいよな、うん、覚えていかんとあかんってなって、カタルシスめっちゃ苦戦して3時間ぐらいかかって、うん、我が友もめっちゃむずいやん、うん、から割と 2,3 時間かかって、1回寝ようと思って、うん、寝て5時に起きて決勝やったのにやらんかったやん、うん、確かに、え、でだからさ、周年もペンライトかなって思ったらちゃんと振りあるしな、なあ、リハそれにさ、かけて やっていかんくて、サクちゃん何やってんの？クッキーさん、バラありがとうございます、泉ちゃん、花びらありがとうございます、花びらが出てこへん、毎回4分経ったでいいん？あ、終わります、ランキング見ます、13位、サギのミキさん、ありがとうございます、12位、ミキオ先生さん、ありがとうございます、ありがとうございます、11位、やえ、見えへん、見えへん、見て、え、普通に読みんや、 YMA2、 あ、それでいいんや、山達ちゃん、山達さん、ありがとうございます、10位、ニコさん、ありがとうございます、ありがとうございます、9位、ケンタジロウさん、ありがとうございます、8位、ひよっこさん、ありがとうございます、7位、ケンマルさん、ありがとうございます、6位、キンキーさん、ありがとうございます、5位、コニタンさん、ありがとうございます、ありがとうございます、4位、焼き鳥先生さん、ありがとうございます、ありがとうございます、3位、カボさん、ありがとうございます、ありがとうございます、2位、ワカボンさん、ありがとうございます、そして第1位、泉ちゃん、ありがとうございます、すいません、ちょっと今ホワイトボードがなくて絵が描けないんです、ごめんなさい、ということで次は19時半、違う19時半、うん、多分19時半が19時20分から桜田彩香と20時まで配信できるの、うん、ラスト次は、うん、今日でラスト、3時間やった、いや、多分やったと思う、うん、
日高浩二さん、作物花びらありがとうございます。あやぴょんと配信しますので、うん、ぜひ来てください。頑張ってね。バイバーイ。バイバーイ。